はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もメトロエクソダスやってきます。アドミラルっていう車椅子のおじさんと愉快な死体たちを引き連れて、この人は一人二役ぐらいやってる謎の人だったんだけど、オルガとは面識があるみたい。まあ、ともかく電気を通して、で、エレベーターも復旧して、この製材所の屋上を行って、ジップライン伝ってダムへと続くトンネルへ行けると。ダム行っちゃおう。どうも、これを切って、はしごが降りて、登って。で、お、戻ったかサム、目標は。また外れか、これだけで。これは鎮痛剤よ、ありがたいわ。急がんとな。鎮痛剤じゃ抑えるだけにしかならない。もうダムは近いはずだ。主とかが現れてくれなければな。いや、緑豊かなのに人工的な道路とかはもうこったこただ。おい、どうしてそう秒で主が現れるか。おお、洞窟これだろ。デンジャーって書いてあるけど、そんなこと知らない。で、こいつらはライトが嫌いなやつだな。とリボルバー使うかな。ライトがあればこっちのもんだ。フィルターは必要ないかな、ここ。おわ、汚染が強いのかな。なんかやだな、マスクしとこう。ライトがつかない。これこの辺の明かりつけないとダメだな。どう、めっちゃ処理落ちした。いやー、ライトがつけれないだなんて。ライターはつけれるけど、マスクは特に必要ないか。この辺の明かりをつけていかないと。うわー、出た、雲が出る、うねうねサソリとかも出る、うねうね。やめてくれ、あんまり視野が広くないんだ。
この辺の明かりをつけとけばあんまり寄っては来ないな。よし、わー嫌だな、ほんとこのうねうね。そうだ、火炎瓶があるんだ。いてててて、まずいまずいまずい、ライトつけよう。ほっとくか、突破だ。よし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 、電気が、わー嫌だな、こんなところ通りたくないな。あれ開かないだと。こっちか。うわ、なんか広いな。ショットガン持って、ではやめろ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 、ショットガン持ってきたかったな。これじゃあ360度いろんなところから襲われちゃう。どっか電源ないか。あったなあ、ついてほしい時に限って。でもこれだよねきっと。ダメか、からかーい。探さねえと。オイル、オイルはどこだ。この辺は開かないか。待て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 、つけなくてもいいかな、別にライトつけといた方が後々いいことはありそう。んでもオイルなさそうだなこの辺。ロッカー入ってないもんな。上行くか。あ、そんなとこにあった。これを入れればいいな。こんなところか。戸は何もない。よし、これは入ってるでしょさすがに。よし、こいつを早いところ。入れて、蓋がないんだもんなこれ、気化しちゃうわ。よし、明かりついた。あ、来たね。ほら逃げろ逃げろ逃げろ、お願いだから逃げて。
これでゲートが開く。よし。あ、違う。あ、作業台か。ちょっといじっていこう。リボルバーをショットガンにしとこうかな。あ、できないじゃん。武器は変更できないや。ならちょっと整理だ。ツインボウ？拡張マガジン。お、どんどん使い勝手が良くなる、これ。今これ。あ、ヘルシングって名前になってる。状態が死んでたわ。武器の。ゼロになってた。ん、弾はいいか、とりあえず。よし。これがヘルシングだ。7発入るようになった。してれるな。まだかい。うわぁ。嫌だなぁ。主がいそう。こういうところになんかあったりしないか。脱出しよう、早く。お、アリオシャ。よー、出口っぽい。よーし、よし、よし、よし。おーっとっと。アルテム！もう生きてんじゃねえか。死んだかと思ったぜ。ついさっきオーロラと通信がつながったとこだ。みんな心配してる。当然だがない。ここも思ったよりやべえ場所だしな。ほら、これ見てみろ。なんだここ。よし、行こう、アルテム。カウンターの反応がわかるか。このコンクリの後ろに大量の汚染物質が沈殿してるってことだ。これがもうすぐ渓谷に漏れ出してくる。ダムが崩壊寸前なのさ。信じられんのなら自分で確認するといい。この規模が決壊したら大変なことになるぞ。もうじきここは人が入れる場所じゃなくなる。それはそうと、あそこにジップラインがあるだろう。あの子たちが作ったんだ。まだ安全だった頃にな。あの子。あそこに向かおう。ボスが言うにはオーロラもすぐに作ったよ。急ぐぞ。オーロラで何かあったみたいだ。アンナの具合が良くないらしい。とにかく急ごう。よし。行くぞ、アルテム。くそ、すごい泥だ。なあ、聞いてくれ。素敵な女に出会ったんだよ。とびっきりの美人だ。オルガってんだけど、共感をしててな。みんなの注目の的さ。それにとても素直でな。敵じゃないって言ったらすぐ信じてくれた。キャンプから逃がしてくれたのも彼女さ。一目惚れってやつかな。前から言ってた俺の野生的な魅力のおかげよ。その証拠ってわけだ。せっかく助けに向かったのに。もう俺にぞっこんでな。デートまでしたんだぜ。まあこういうのもなんなんだが、俺も別れがつらかったぜ。一緒に来てくれと頼んだが、みんなを残してはいけないんだってよ。たまんねえだろ。それでずっと考えてるんだが、オルガはもう自分に頼るなって言えないのかな。そうすれば自由になれるのに。
な。どうも嫌な感じだぜ、アルテム。ある獣を見たんだよ。クマなんだが、家みたいにでかいなさ。主だな。匂いを嗅ぎつけられたな。今にも崩れそうだな。やめてくれ。なあ。ああ。一人ずつ渡るべきだった。あ、両者大丈夫？大丈夫かい？アルチョムの方が大丈夫じゃない。こんな時に。ああ。主死ぬ。あー、燃える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 。抜けた。おお、逃げた。あー、流される。ああ、燃えてる燃えてる。あ、こっち来るよな。どうする？ああ、暴れ回ってる。ジップラインどこだ？ああ、どっか出し出しつこわ。ああ、でジップライン、ジップラインどこ行った？ぶっ壊れたか。これジャンプでも戻れなさそうだしな。いや、戻れんのかな。死ぬ予感しかしない。いって、一回飛んでみよう。あー、見えない壁。あー、これ倒すしかないかな。逃げ道がなさそうだ。とアリオシャ、アリオシャどこ行ったの。燃えろ。今ある火力で押せばなんとかなるかもしんない。うわー、めっちゃ刺さってる。めっちゃ刺さってる。痛い。危ない。どうする？なんかね、ジップラインっぽいロープがそこにあるんだけど、触れない。外側にあって、うわやばい。回復キットがもうない。あ、一定値体力を減らしたから何かが起きた。あ、落ちてった。落ちる。落ちろ。
頼むから落ちて。ああ助かった。どんだけでかいんだよ。さてアルトム、早速だがロープを張り直すぜ。これでよし。お言ったでしょ、彼らはここを通りたいだけよ。本当に来ないのか。ごめんなさいアリョーシャ、ここを離れるわけにはいかないの。どれほどあなたが好きで。分かってるさ、さよならを言おう愛しの君よ。ああクソみてえだ。オルガまた会いに来るよ。待ってる。アルチョム行こう。オルガ覚えてるかな、みんなを警告から連れ出したんだ。だとか決壊すれば命はないぞ。うまく説得してくれるといいんだが。やつらの頑固だ。オーロラが来た。乗れ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 、走れ走れ走れ。吸わせても途中で見つけた薬をやってもダメなんだ。このままじゃまずい状態だ。来い